3階建ての家室生再生、後半もご覧いただきありがとうございます。では早速前半の続きを読んでいきましょう。しかし突然松岡は顔色を青ざめさせ、木炭を缶から離した。もう筆が進まなかった。夜11時を回っていた。寺の前の通りに人影もまばらで、造花屋の明かりもいつものように街灯を照らしていなかった。時間が経つのが早すぎるように感じる。手探りで階段を降り、2階から1階まで行って用を足そうとしたが、おかみさんは寝ぼけた声で、松岡さんですか?と声をかけた。え、今何時頃ですか?夜中の1時頃でしょうね。おかみさんが答え、松岡はその声を聞きながら階段を上がり始めた。2階に上がると、通りに面したガラス戸が鉄橋の街灯の光でかすかに照らされていた。いつも見慣れている光景だったが、今夜は特にほの明るかった。そのガラス戸の横に、北側の部屋の方向に何か影が動いたように見えたが、バカバカしい。だがその影には大きさがあった。人影かもしれない。近くで見るとその影が北側に向かってゆっくり逃げる様子。影が呪い動きをしている。まさか、松岡は考えた。松岡は3階への階段をギシギシと上がった。そして自分の部屋に入ると、初めて先ほどの影がかすかな物音を引いていたことを思い出した。廊下にたまったザラザラした物の上を強く踏んで引くような音だった。あの部屋は空き部屋だが、1階の造花屋の造花や壁紙などを型紙などを束ねて積んでいるらしい。それが何かに擦れた音だったのかもしれない。それはそれにしても、何か影のようなものが通り過ぎたのは一体何だったのか。松岡がそう考えた時、無数の針の先端で襟元を突かれたような一瞬の非常な悪感が走り抜けた。松岡は襖を開け、外の廊下を見渡したが、何もなかった。これまで松岡はこの3階では何の不気味さも感じなかったが、今夜はなぜか落ち着かない。それはあの女がやってきたことが原因だろう。こんなに廊下を見に出たり、不安や胸の高鳴り、喉の渇きを感じたことは今まで一度もなかった。松岡が襖を閉めて部屋に入ろうとした時、パタンという音が聞こえた。2階から3階に続く階段から聞こえてきた音で、何かが倒れ床に響いたようだ。きっと2階で廊下の板の上に何かあるに違いない。松岡は先ほどの幅の広い何かが逃げる影を思い出してみた。2階は北側のはず、きっと自分の部屋の下だろう。松岡は身震いした。寝床に入っても眠れない。あの女にそっけなくしすぎたと後悔していた。あの女は開花の造花屋のおかみさんとまで会ったのに、30分も経たずに帰ってしまったことが本当は気分よくなかった。しかし松岡はもう女と別れる決意をしていたので、冷淡に接する必要があったのだ。松岡がうとうとした時、誰かが襖の外に立っているような気がして目を覚ますと、かつて感じたことのない恐怖の気持ちで襖の外を覗き込んだ。誰かが立って呼吸している。襖の外で威圧的に立っているような雰囲気で、息苦しいほど静かだった。誰だ?松岡は叫び、襖をガラリと開けたが、誰もいなかった。松岡は廊下に出た。2階の明かりが階段口に漏れている。あの明かりは小窓から差し込んでいる光だ。いつも気がつかなかったな。とにかく3階の部屋を一通り見てみよう。一つずつ
部屋を見回っていくと、寒さが身にしめて体が震えて止まらなかった。何度か蜘蛛の巣で頭をかすめられ、その度に冷や水をかぶったような感覚がした。階段の上の隙間に出た時、突然造花屋のおかみさんの声が鋭く階段口から叫ばれた。誰かしら、こんな時間に。松岡です。ああ、何かあったの？実はちょっと見回っているのですが。廊下は静まり返っていた。おかみさんは言った。私もさっきから2階で足音がしているような気がして眠れないのよ。でも足音は3階でなく2階の方だったわ。あなたのとは違う足音だったわ。松岡はゾッとした。僕も2階のような気がしたんです。僕の部屋の下の方でした。誰かが歩いているような、確か造花の道具が積まれていた場所で、午後11時ごろ何かが倒れた音がしたんです。おかみさんはすぐ開花の入り口に立ってきたようだった。そう、11時ごろでしたわ。私もその音を聞いたのよ。造花は 紙製の型だけで崩れるほどはありません。そうですか、おかしいな。松岡はあの人影のことを言おうとしたが、言葉が出てこなかった。変よね、しっかりした音ですもの。おかみさんはそう言いながら2階に上がろうとしなかった。今夜のようなことは一度もなかったんだから。ネズミかもしれない。松岡は寒さで膝がガクガクしてしまい、おかみさんはまたこう言った。松岡さん、一回りしてくださいませんか。私なんだか寒気がしてならないんです。嫌だな。松岡は2階に上がる気がしなかった。暗い階段の下から冷たい雨戸漏れの空気が揺らめき、脇を通り過ぎた。何でもないんでしょう。見守るほどのことはない。松岡が部屋に戻ろうとすると、おかみさんがまた言った。ですが、ちょっと一回りしてくださいな。静かに虫の鳴き声がした。松岡は耳を澄ませた。あなたが言ったらどうですか。でもあなたは男の方じゃありませんか。松岡は2階へ降りる気がしなかった。ではご一緒に回っていただけませんか。その方がようございます。それでもおかみさんは一人で回ってきてほしいという。災難だな。松岡は階段をめしめし音を立てて2階へと下り始めた。その時、階段を上ってくるおかみさんの足音が聞こえた。一晩中眠れないよりも見回った方が安心できますよ。よろしくお願いしますね。おかみさんは松岡と2階で行き合うと立ち止まった。通りの雨戸から差し込む明かりがぼんぼりのようにかすかに光る。確かに2階でしたね。おかみさんも同じことを言いながら松岡の顔を見た。ろうそくを持ったおかみさんの顔が薄明かりで不気味な影に見えた。使われない部屋はどこも埃っぽく、雲が靴の裏に這い回っているようで気味が悪かった。納屋代わりの6畳の部屋でコオロギが1匹畳の上を飛んでいて、松岡もびっくりした。こんなところによく入り込んだものですね。おかみさんは不気味そうにコオロギを見つめたが、ろうそくの火陰で大きな暗い影が一緒に動いていた。あなたのお部屋の下で物音がしたのは？僕もそうだと思いますが、でも、と松岡はなぜかその部屋に入るのが嫌だった。さらに胸騒ぎがして震えた。廊下でおかみさんは皮肉めいた表情で松岡を見つめながら言った。奥様はこんな中でよくお休みになれますね。奥様って？松岡は驚いて青ざめた。あの方は奥様でしょ。美しい優しい方ですわね。あれはもう帰ったはずです。あの後急な用事ができたんです。 いえ、お帰りなりはしませんよ。1階に
履物があるんですもの。本当ですか？松岡は急にめまいがした。はい、あの方は一度も外に出られず一階にも降りて行かれませんでした。松岡は喉のかすれた声で答えた。だってあれからすぐに帰ったのに履物を見つけたって本当ですか？じゃあ一階に行ってご覧なさいまし。松岡は青ざめながら階段を降り、すぐに上がり口に薄紫の尾のついた女性用の履物を見つけたが、これは夕方帰宅した時に見たものと同じだった。位置も同じである。まさかあのあと建物を出なかったのか？じゃあどこにいるのだ？松岡は震えながら階段を上がると、上がり口におかみさんが青ざめた顔をして立っていた。お履物はございましたでしょう？ありました。でも確かに帰ったはずです。するとどこにいるんでしょうか？変ですね。帰らないとすると、松岡は冷たくなった。おかみさんは何か奥様と口論でもしたのですか？不安そうな表情で松岡の顔をじっと見つめながら唇を震わせていった。松岡は答えた。ええ、少し込み入った事情があるのです。けれども変ですね。おかみさんは造花の道具部屋の前に立ちながら、ふと喉が渇いたような声で、こんなことを言ってはなんですが、口論をしたとすると、と言った。とにかくこの部屋を見ましょう。ちょうどここはあなたのお部屋の下になります。そう言われたが、松岡は胸騒ぎで部屋の戸が開けられなかった。おかみさんが障子の戸を開けると、中はしんとして異常はない。松岡はほっとして思わず言った。誰もいないじゃないですか。あいつ下駄を履き間違えて帰っただけなんでしょう。バカバカしい。もう休みましょう。おかみさんも言った。でもようございました。何もなくて、もし何かあったりしますと後が嫌でございますからね。まさか怖いこと言わないでください。松岡は冷ややかに言った。おかみさんは言う。あんな美しい方をそんな風におっしゃるものじゃありませんよ。恋人なのですか？ちょっと理由があって別れたんですが、たまにああして出てきてはうるさいんです。でも一人では不自由でしょうから、一緒におなりになったらどうですか？松岡は黙って鼻先で微笑んでいた。二人は3階に上る階段に立っていたが、その時急におかみさんは突然身をすくませ松岡の手首を後ろから引いた。松岡が驚いて振り返ると、おかみさんが階段の下を指さしているのを見た。松岡はろうそくの明かりでずるずると長い影が階段の裏から伸びているのを目にした。女性の顔は反対側を向いて見えなかった。そのまま固まったように動かなかった。あの方です。おかみさんは震えていた。やっぱりあいつ帰らなかったのか。松岡は青白くなり、へたり込んだおかみさんを見下ろし、その長い姿を天井裏に仰いだ。悪いことをした。松岡は初めて謝るような声でつぶやいたが、体がこわばって動けなかった。という話です。女は帰らずに3階の家にいたんでしょう。そして最後は、という恐ろしいお話です。雰囲気たっぷりの室生再生3階の家をお届けしました。
出店は以上です。